この学校にいる童話地区出身者は何人だの件なんですけども、えー、今日になって動きがありまして、新潟県教育委員会が私の審査請求への参加を認めると、まあそういう連絡がありました。正式に認めるそうです。で、これどういうことかっていうと、まあまずこの件ってね、最初はね、ブラック解放同盟が新潟県内のとある県立高校を休団したと、 で、その中断する過程でいろいろ文書やり取りしますよね。で、その行政文書に対して僕は情報公開請求をした。で、5ヶ月ぐらい経ってようやく部分公開の決定が出たんだけども、えー、解放同盟側が審査請求をして、その執行停止を申し立てたんですね。その結果、私はあの、文書のね、公開というのを実際に受け,受けることなしに、今執行停止された状態になるわけです。で、そして、えー、実はこの審査請求っていうのは、えー、利害関係者が参加できるっていう、 制度があるんですね、法律上。それで、まあ、私が執行を停止されてる本人なんで、当然、利害関係者なわけだから、まあ、参加させてくれっていうふうに、えー、請求したわけです。新潟県教育委員会に。で、その結果ですね、5ヶ月ぐらい放置プレイされて、やっと今日になって、その、参加を認めますっていう話になったわけです。で、まあ、それは当然といえば当然だと思うんだけども、まあ、今になってこうやって急に動き出したっていうのは、まあ、 前の動画みたいにね、私が、えー、新潟地裁にですね、まあ実際訴状を出して、早く執行しなさいっていう風にしたからなのか、それとも、あの、まあ元々規定事項だったのかどうかわかりませんよ。元々もう年明けたらあの進めようっていうことになってたのかわかんないですけども、まあとに、とにかくあの審査請求が進むような状態になりました。でもさすがにね、5ヶ月放置っていうのは僕は普通はありえない話だと思いました。それでね、 じゃあ、新潟県教育委員会がこれからどういうね、手に出るかっていうと、まあいろいろ選択肢があるんだけども、僕はね、この裁判の真理を始めて、で、判決出すまでやるっていうことは、僕はね、ないと思ってます。多分、 だってそうすると弁護士つけてね、えー、県の側もお金かけないといけないし、時間もかかるわけです。で、そういうことをするよりは、もうさっさとね、えー、執行してしまって、つまりもう文書公開してしまって、そうしたらですね、えー、もう裁判で審理する意味がなくなるんで、まあ、裁判は却下っていうことで終わるわけです。その判決出さずにね、裁判は。ということなんで、えー、 ただですね、その執行っていうのも、その当初の、当初通りの部分公開になるのか、それとも、まあ本当全部真っ黒か、あるいはその、もしかすると、その全面非公開っていうような決定を改めて出すっていうこともあるわけです。えまあ部分公開でね、まあそれで、まあ主要な部分が公開されるんだったら、まあ僕としてはもうこれ以上やることはないんだけども、 もしね、その、まあ、実質全面非公開みたいな形になったら、まあ、これはちょっと二つ方向性とかあって、これはま、あの、新潟地裁の裁判官次第なんだけども、今のあの、執行、 しなさいっていう裁判の、その、まあその、趣旨、趣旨変更ですね。その請求内容を変えて続行するっていう方法もあるし、まあもしかすると裁判も、裁判をね、一旦終わらせて却下っていうことにして、まあ再度、その、訴えを提起する、その非公開されたものを公開しなさいっていうことで、また情報公開訴訟を提起するっていうこともあり得るんだけども、まあこの先どうなるかっていうのは、え、新潟県教育委員会の 出方次第ですまあちょっとこのあとどうなるかっていうのはま,あまた追って報告いたします。ということでまあこうやってねうんなんか解放同盟がまあどん,どんな理由なのかまあね理由以下に関わらずですねこうやってそのもう人を吊るし上げるっていうのをね令和の時代でもやってるっていうのは異常なわけですよ。 ということなんでね、まあ、その、いろんなね、企業の関係者とか、役所の方とかね、こうやってね、まあ、解放同盟に限らず、まあ、いろんな団体ありますしね、まあ、童話とは関係ない、ちょっとあの、 まあ、怪しげな人権団体とか、怪しげなくてもね、なたたる人権団体っていうのが、そういう吊るし上げとか言いがかりみたいなことをやるんで、まあそういうのはもういじめ、カスハラ、パワハラと変わらないと思うんで、まあそういうことあったらね、ぜひね、私に報告してください。あの、そういうの垂れ込みを受け付けるし、まあこっちもね、あの、そういうのはね、徹底的に解明しようかと思いますので、まあもうこういうね、あの、前時代の遺物は終わらせないといけないと思います。ということで今日はね、急遽の、あの、連絡があったので、 報告ということです。